自分たちの音楽で、自分の音楽でお客さんがバラバラに踊っているっていう。まず金玉が破壊されるんだよ。動き出せ色なら次の初めて星野源の DVD もしくはブルーレイを買う人もいると思うんですよ。いっぱいいると思いますよ、うん、こんな感じで進む。なるほど。全然本編に触れない星野源のオーディオ含め解説